現在の気温はマイナス5度ですね。道路がなんか雪がなくなってる。あれ昨日あれあ昨日2日間今日でそうね。いやこれは凍えるなはい、どうもしんでございます。今日はですね、これからですね、函館冬花火を見に行こうということでお出かけしております。もう寒いんです。マイナス5度、これ体感はマイナス10度ぐらいな感じかな。風も強いしね、冷たいけれども、綺麗な花火が今日見えると思いますので、行ってみたいと思います。行きましょう。撮る方だと思うな。花火の写真を狙ってる人が結構いらっしゃるから、もう場所取りからね、いろいろ考えてるみたいよ。そして前回来た時なかったものがあります、何でしょう。ラジェントステイっていう、あれが新しくできたホテルでございます。函館駅のもうすぐ隣にできました。でこれから夕飯を食べようということで、このラジェントステイのすぐ隣にできた運び場って施設に行きたいと思います。危ないこの運び場っていう施設なんですけど、名前の募集があったんだよね。そう、函館市民の人とか、いろんな人に募集してたと思うんだけど、広告が出て、僕らは箱丸広場っていう名前を出しましたけど、見事落ちて運び場になりましたはいここはケーキ屋さん、プティメルビーユ。なかなか美味しい。美味しいよね。上がゴールドジムができたんですよ、函館に。ゴールドジム ねこれは画期的だよね、結構函館の人も行ってる人が多いですね。はい、でここにですね、運び場の中に函館駅前横丁っていうのもできました。なんかもうちょっと時間が遅いから、お土産屋さんなんかはちょっと閉まっちゃってるな。ここまだオープンしてないって。本当だね。ここかまぼこ屋さん、お寿司屋さんもあるし、油そば、かたぶらさん、油かたぶら。はい、じゃあここにね、行ってみたいと思います。そのまま食べて、お酢で食べて、ラー油を入れて、ご飯を乗せる。並盛り、これ1番。あとトッピングするかしないかだけだね。あと300円だよ。OK、来た？どっか出てきた。あ、いかがで。あ、はい、お願いします。そういうことか。あれ、お客さんが見せた。あ、そうです。だって当時入れたらトッピング無料で買ったりするから。そういうのがあるんだ。俺たちも学生証持ってくれ。今日持ってないな。そんなアホな。料金の違いは、一玉なのか、1.5 玉なのか、2玉かっていう、その違いだけ見た。トッピングは一緒だね。前よく買ったよね、楽天市場でね、油そばの通販。そうそう。あれ美味しかったよ、俺好きだ。なんで食べなくなったんだっけ、飽きちゃったんだっけ。あ、思い出した。北海道、送料かかるから。ああ、それでやめたのか。それは高くって、やめちゃった。お待たせいたしました。よく会えてお召し上がりください。味変でどうぞ、そちら使ってみてください。あ、白いのなんかわかんないね。メンマと、ナルトと、チャーシュー、刻んだチャーシュー、ネギ。崩して。あ、中にほら、汁が入ってる。これなんだろう、キクラゲかな。クルッとしてるね。よく混ぜてって言ったから、もうしっかり混ぜた方がいいな。食べてみます。いきます。美味しい。醤油の味と麺もね、結構固めの麺。美味しい、すごく。いいね。何だったの、この白い。あ、卵の白身のところ、もしかして。あ、本当だ。
ラー油も出してしまいます。うん、絶対ラー油入れた方がいいし、お酢も出します。そうね、お願いします。食べ方なんだって。美味しかったです。完食。はい、ありがとうございます。函館駅のこの赤い何モニュメント、うん、これは初めて函館来た時に何か思い出すね。これはちょっとある意味思い出のモニュメントだな。これが危ないんですよ。このツルツルの路面が一番危ない。滑って転ぶから気をつけなきゃいけない。毎年転んでたもんな、来た頃。なんでですか？いや危ないんだよ。油断すると転ぶんだよ。よく油断しちゃったんだね。ここも危ない。歩き方を変えなきゃいけないもんね。あれ、これもみんなもしかして花火を見に行こうとしてるんじゃない？ここで北王子金谷さんが来て撮影をしました。うん、僕らはもうエキストラで出たことがあります。開口坊さん、でっかいタコがいるんだよ、ここに。すごいね。乗ってるよ。本当だ。出た？巨大ダコ、何キロあるでしょう。確か前見たら30キロぐらいだったんだよね、確か。あ、入れ替わってる。あ、いや、24キロだって。うわ、行きましょう。もう時間だもん。さて、みんなも会場に向かってるんでしょうね、これはきっと。こんな寒い中の花火大会なんて北海道でしかありえないよね。いや、これでもみんな気づかないんじゃないかな。マシュマロがなくなってること。この奥には実はマシュマロがあったんですけど、なくなっております。実は今塗装をしているということで、17年ぶりの塗装ということで、函館ドックの方に、造船所の方に行ってます。なので、これも初めてだよね、こんなこと。なかなかこのタイミングで函館にいるってないね、考えれば。本当はここにあるんですよ、あったんですよ。何もなくなっております。その奥なんかいっぱいいるか。車もあそこまで入ってきちゃってるじゃん。本当だ、すごいね。あ、関係者の車かな。どこで見る？みんなが行く方。あっちの方もいっぱいみんな見てるわ。あ、ドローンがダメだって言ってるのか。奥に見えてるのが函館山です。もうすごくちっちゃくて分かりづらいと思いますけど、奥に。そしてそのこっち側が赤レンガ倉庫群で、元町公園が見えてるような状態ですね。イエーイ。急に始まった。うわー、鳥がいる。鳥が飛んでいく。綺麗だな。ここベストなんじゃないかな。ここ函館山に入って、あマスク。そうね。あー、すごい。
ということでございまして、以上函館冬花火の動画でございました。いや寒くて本当にもう何度も帰りたいななんて思ったりしたんですけれども、最後のクライマックスも本当に素晴らしかったです。こんな動画が良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。もう下が回りません。以上、シンでした。またね、バイバイ。